自動車貨物自動車ルノー製の大型トレーラーメルセデス製トラック。このサイズはしばしば街の中で配達に使われるポーランド製のトラックタンクを4つもケイしてまるで列車のような状態になっているオーストラリアのロードトレインと呼ばれるトラック日本の日産アトラスイスズのコンセプト車 T ・ NEXT ピックアップトラック。積み荷が比較的少ない業者や 建築工事業者等が業務で用いることや、一般家庭で様々なレジャーの大きな道具を運ぶために使われることがある。写真は、ダチア製ピックアップダカールラリーの、カミオンカミオンという競技部門に参加し、荒れ地を豪快に疾走するトラック貨物自動車は、主に貨物を運搬する自動車である。比較的小型で、運転席と過失が一体となった車体を持つ車種については、 バンおよび、ライトバンを参照。英語圏や日本で一般に、トラックと呼ばれ、また、イタリア語やフランス語などのロマン諸語圏では、大型のものをカミオン、小型のものを、カミオネットと呼び、日本の行政用語で、貨物自動車と呼ばれているのは、主に貨物を運ぶための自動車のことである。車体の大きさや、重さ、積載可能な重量、装備の状態等により、 様々に分類され、汎用的な輸送が可能なもの以外に、積み荷の正常に特化したものも数多く見られる。車体の主要部 A、ボディ B、キャブ C、シャシートラックでは、車体各部の名称は一部、独特なものが用いられる。エンジンやタイヤとそれらを支えるシャシーなどの走行を行い支えるための装置類全体が、シャシーや、車台と呼ばれる。 運転席など人間が乗る部分は、キャブ、または、キャビンと呼ばれ、シャシーの上に乗りキャブ以外の荷台や過失といった、荷役用の部分が、ボディと呼ばれる。トラックのほぼ標準的なキャブやシャシーに対して、使用目的に合わせて必要な装備類を取り付ける、ことは、仮装。装備類は、仮装物と呼ばれ、多様な仮装を備えたトラックが作られている。多くの場合、仮装物は、 ボディだけを指すが、ボディ以外にもエンジン周辺や、シャシーなどに行われる、大規模な改造まで含む仮想ものもある。ボディは、仮想物であり、標準的に作られる荷台など、以外の特殊な仮想物を備えた自動車は、特装車と呼ばれる。特装車の多くが、貨物運搬用以外の特殊用途に用いられるため、貨物自動車ではないが、仮想物以外は、 キャブやシャシー等を共用しているものが多く、特装車であり、貨物自動車でもある車両の存在など、明確な切り分けは難しい。ほとんどの小型トラックや多くの普通トラックでは、トラックメーカーが出荷時に標準的な荷台を取り付けて販売しているが、大型や中型のものや一部の普通サイズなどの輸送用トラックは、トラックメーカーでは、シャシーとキャブだけが付いた。 キャブ付き完成写真や汎用写真と呼ばれる自動車を製造、出荷している。ボディメーカーや特装メーカーと呼ばれる仮想物専業のメーカーがこれらを購入し、自社の定番ラインナップを見込み生産したり、客の受注に応じて製造したりするなどして、仮想物であるボディを取り付けている。このような仮想済みの完成者の多くがボディ専業メーカーから、 トラックメーカーへと逆に販売され、客はボディ専業メーカーの存在をあまり意識せずにトラックメーカーから購入している。また、大量のトラックを購入する大きな運送業者などでは、トラックメーカーから自社でキャブ付き完成写真を購入し、ボディメーカーにボディの製造と取り付けを発注して、大量の完成車を入手する例もある。トヨタ自動車、日産自動車、 イスズ自動車、ヒノ自動車、三菱不装トラックバス、UD トラックスの6社は、完成車シリーズとして、直接販売している車型もある。ボディメーカーの中には、仮想物としての部品だけを製造するところや、逆に製造は行わず、組み立てや、取り付けだけを請け負うところなど、多様な形態の会社が存在する。トラックは一般に、以下の種別で分類される。 使用用途サイズ仮想日本における分類を以下に示す。使用用途による分類用途による区分表示及び注意喚起が必要とされる車両の義務表示は以下の通りである。ダンプカーについては独自の種別表記を用いる。ダンプカーの項目参照。サイズによる分類、冷凍車やタンクローリーなどの特殊構造の場合、8ナンバーになるものもある。仮想による 分類トラッククレーン、車載車タンクローリーダンプカー、トラックミキサー、特殊用途自動車にあたるもの。自衛隊用車両として使用される74式、特大型トラック大規模な戦闘部隊が、陸上の戦域で活動を継続するためには大量の物資を必要とするため、陸軍では戦闘車両よりも貨物自動車が多い。明治十二年、陸軍市長兵はフランスから、 ガソリンエンジンによって駆動する自動車を一台購入している。明治44年5月、大阪交渉では輸送用自動車2種2両を製作し、一種は後方輸送用、もう一種は前線における両食、弾薬輸送用であった。この後、大正3年8月の太貸戦役において、自動貨車4両が参加、陸海軍重砲部隊に弾薬を輸送した。式は、 注意クラスの市長兵士官、操縦は市長兵科士官による。当時の日本陸軍において、自動車の操縦ができるものはごくわずかであり、運転手は特技兵であった。なお明治42年末の時点で、警視庁に登録された民間の自動車台数は62台であった。自衛隊では、陸海空が陸上における貨物の運搬用に、多数の貨物自動車を運用しており、 隊員が免許を取得するため自衛隊、自動車訓練所が設置されている。74式特大型トラック、73式大型トラック、73式中型トラック、73式小型トラックなど、専用車両が大半であるが、業務トラックなど民生品と大差ない車両も使っている。近年では、コストカットのため民間の運送会社への委託も行われている。 かつては、各自動車メーカーが製造していたが、OEM 供給への変更や、生産終了などに伴い、以下のメーカーへ集約されている。日産自動車やホンダ技研工業のように、トラックからの生産から撤退して、ライト版のみの製造としたメーカーや、イスズ自動車のように、ライト版からの生産から撤退してトラックのみの、生産としたメーカーもある。下記メーカーの一覧は、 車子キャブの製造を行っているメーカーのみの一覧である。ボディ、特装物の仮装のみを行うメーカーについては、カテゴリー、車体仮装メーカーを参照。現在製造を行っているメーカーかつて製造を行っていたメーカー EU 指令では、車両総重量3.5トン以上7.5トン未満の自動車を中型車とし、車両総重量7.5トン以上の自動車を、 大型車としている。EU 指令では、車両総重量3.5トン以上7.5トン未満の中型貨物自動車を運転するには C1 免許7.5トン以上の大型貨物自動車を運転するには C 免許が必要である。中型貨物自動車を対象とする C1 免許は B 免許取得後に取得手続きを開始できる。貨物自動車は 車両総重量が大きくなるほどより高度の運転技能が必要であり C 免許と別に C1 免許を設けて18歳で取得できることとしている理由は若年での大型車の運転の危険性を踏まえつつ若年労働者の確保などの社会的必要性に配慮するためである EU の基準では貨物運送事業等を主たる業務として 運送を行うためには一定のカリキュラムによる講習及び試験を受けることが義務付けられており、免許も5年ごとの更新制で健康診断の受診や35時間以上の講習が義務付けられている。アメリカ合衆国では州ごとに運転免許制度は異なる。多くは車両総重量11.7トン以上が大型に区分されるが大型を中心とする。 商用自動車については、年齢等の基準による法規制が設けられている。ありがとうございます。